ドレスラーの更新曲による9つの変奏曲派単調 WOO63 はルートビヒバン・ベートーベンが1782年にピアノのために作曲した変奏曲。ベートーベンの最初の出版作品で11歳の時に書かれた作品だが当時は10歳という詐称した年齢で出版された。ベートーベンの初期の重要な詩である クリスティアン・ゴット・ロープ・ネーフェの勧めで出版され、マンハイムで印刷されている。主題を書いたエルンスト・クリストフ・ドレスラーは、ゴータやケルントナー等は劇場、カッセルで活動した、旧手音楽家、テノール歌手、作曲家で、3年前の1779年に、亡くなったばかりだった。1803年にはほんの少し開校しただけで、審判の観光をベートーベンが許可している。 これは、報酬が手に入るとなると、古い時期に作曲された、取るに足らないような作品の出版を、ベートーベンが断ることができなかった証拠である。この再判事には、ドレスラーの名前は削除されたが、10歳で作曲したという事実はそのまま残っている。約12から15分、主題と9つの変装からなっている。 前室闘争4分の4拍子の単純で、ぎこちない破単調の更新曲主題を用い、変装では、慣習的な処方で右手か左手のどちらかで主題を提示し、火星構造も主題を保った形で進行する。後のベートーベンの作品と比べるとかなり単純である。最終変装は破長長になる。ありがとうございます。